君にも見えるウルトラの星、遠く離れて地球に一人。バーリアで津波を弾き返すことに成功した。しかしそのためにウルトラマンは著しくエネルギーを消耗したのだ。以来シーモンスを迂闊に攻撃することはできなくなった。マットはシーモンスを追放するためにシーモンスに関して研究を続けていた。シーモンスをいじめるな。シーモンスをいじめると角光る。角光ればシーゴラスも怒り、海も天も地も怒り、この世は地獄となる。海も天も地も怒り、この世は地獄となる。海は怒った。残るは天と地の怒りがどんな怒りなのかだ。攻撃しなければああやっておとなしくしている。隊長、自衛隊の火器部隊がシーモンスを。なんだって。止めようとしても無駄だ。あいつのために我が社は倒産寸前なんだ。工場長、シーモンスを攻撃したために東京は津波の危機に瀕したんです。でもウルトラマンが助けてくれた。いざという時
我々には強い正義の味方がついてる。しかしあの怪獣には謎の部分が多すぎます。なぜ海を渡り何の目的でじっとしているのか、まずそれを知るべきです。早く復旧作業に取り掛かりたい。そんな悠長なことは。せめて3日間待ってください。3日すれば退治してくれるのか。努力します。いや3日間だけ待とう。攻撃中止。それはどういうこと。シーモスが船を襲う理由がないっていうの。そのために保険金の3分の1は父さんが。そりゃひどい。船長、知っていたら教えてください。なぜ海を渡るのか。天と地の怒りとは何か。父さん、天と地の怒りって何なの。ショックから立ち直ってくれたらお役に立てると思うけど。船長をもう一度船に乗せてやりたい。そのためにも早く怪獣の謎を解かねば。二日が過ぎた。はい、アイスクリーム。ジロ、怪獣に居座られて困ってるそうだな。助太刀怪獣がいるもんですからね。でも怪獣ながら頼もしいと思うわ。女性のピンチを救ってくれるんですもの。そんなロマンチックなもんじゃないよ。シーモンスがなぜ海を渡るのか、今その謎を解くのに一生懸命なんだ。シーモンスの巣囲ってさ、怪獣動物園作るといいと思う。怪獣動物園で、どうしたのジロ。団長に噛まれちゃった。卵に触ろうとするからよ。今ヒナを返そうとして一生懸命なんだから。見て、こんなに可愛いのよ。卵か。怪獣も爬虫類だから卵生だ。とするとシーモンスは卵を産みに。その可能性は十分にあるな。卵を産むためにわざわざ海を渡って。魚だってウナギだって卵を産むために遠い海からやってくるんだよ。間違いない。シーモンスは産卵に来たんだ。じゃあ船を襲ったりしたのは。船を襲った理由か。違うかな。思いついたの。こんなのはどうだろう。鳥は卵の殻を作るために小石や貝殻をついばむ。怪人丸には卵の殻となるべき宝石の原石が積んであった。ゴー、きっとその通りだよ。なるほど。鳥でも産卵時期には母鳥は気が立ってるというな。日頃おとなしいシーモンスが海を渡るときは気をつけろという意味が分かったぞ。するとセメント工場を襲ったのも鉱石があるからかもしれないな。うん、ゴー、これでシーモンスが怪人丸を襲った理由も成り立つわけだ。高村船長の潔白は証明された。早く知らせてこい。はい。船長、喜んでください。シーモンスが船を襲った理由が分かりましたよ。もういいんです。え、ゴーさんのご親切は一生忘れません。親父さんのショックはもう治らないんだ。そう診断されたのか。ああ、船にも乗れず一生廃人同様だってよ。畜生。その代わり賠償金は支払わなくて済んだ。何が幸いするかわからんもんだ。じゃあ、はい、ゴーです。直ちに第二
動してください。自衛隊が急にシーモンス攻撃を開始すると言い出したんです。なんだって。約束の期日は明日のはずです。それをなぜ急に。海底探索の結果、東京湾にはあの津波怪人がいないことが分かったんだ。なんですって。本当ですか。津波の心配さえなければあとはこっちのもんだ。そうはいきません。まだ天と地の怒りがあります。なんだね、その天と地の怒りって。今その謎を解いています。謎さえ解ければ攻撃の方法も発見できます。待てないな。ニゴラスは本当に逃げちまったんだろうか。死の町と化した。マット一体何をやってるか。東京は怪獣園ではないんだぞ。何しろ相手は竜巻を。だから君たちマットの手でやらなければならぬ。怪獣撃退の具体策はどうなってるか。現在新兵器を開発しております。新兵器。あ、どうぞこちらへ。いいね。あ、
れは今開発中のレーザーガン SP70 です。怪獣が放電する瞬間を狙ってこの角の部分を撃ちますと。はい、はい、怪獣の角を破壊して竜巻をやめさせようというのか。あ、そうです。技術的には可能だとしても実際的に効果があるのか。それはやってみなければ。いつできる？1週間。遅い。技術陣の総力を結集して2日で完成させる。一刻も早く都民に安らぎよう。分かったね。あ、都民の間ではマット・フィオロンすらささやかれておるとき、しっかりしてくれよ。これより2日のうちレーザーガン SP70 は完成した。いよいよ二大怪獣との決戦の時が来た。
父の怒りだ。どうした走るも
けなけなシモンス、よどさはんこむめうらシモンス。の転覆、発電所の大爆発、電気を食うテレドーダスの前に立つ我らがウルトラマン、さあ最新をみんなで見よう。